皆さんこんにちは、レーシングドライバーの塚本奈美です。今回もですね、大沢先生をお迎えしまして、ビシバシと、はい、トレーニングを見てもらいたいんですトレーニングを見ていただきますが、今回はですね、食事について皆さんも多分夏に向けてちょっとお腹をへっこましたいなとかあると思いますので、その辺を一緒にお伺いしたいと思います。まずですね、運動を始めるとタンパク質ってすごい出てくるワードなんですね、はい、でタンパク質っていろいろとこうプロテインで摂るものにしても、ホエイプロテインがあったりとか、ソイプロテインがあって、ピアプロテインがあって、たくさんありすぎて、食事面ではどういったアドバイスされてるんですか？はい、運動を、まあ運動強度にもよるんですけど、まあ、ハードにやってる方だったらもうしっかりと食事をバランスよく、タンパク質、炭水化物で脂質もちゃんと摂ってもらうと、その3つの栄養素は必ず摂るようにしてもらうようにしてます。でどうしても、まあ、筋肉つけたいから、じゃあタンパク質だけっていうようなこう考えがある方に関しても、いやそうじゃなくて、タンパク質を吸収するためには糖質が必要なんですよっていう話も。私が1回ハマった落とし穴って、うん、脂質が自然とかやっぱりついてくるじゃないですか、はいはい、プロテインバーとか、はい、ちょっと美味しいものだったりすると、はいはい、タンパク質の下に書いてある脂質が同じぐらいだったりとか、うん、そっちが、はい、高かったりとかして、そこを気をつけるようになってから結構体重落ちたんですけど、はいはい、食事の時に脂質はこうやってなんか 何グラムっていうとちょっと細かくなるんですけど、うん、例えばお肉だったらこれがいいよとか、はい、なんかありますか？ああいうプロテインバーとかもうお菓子だと思ってもらった方がいいですよね。1日に必要なプロテインをそれで補うっていうのはちょっと考えを変えた方がいいですよね。多分どうしても手軽に食べれるし、美味しいし、プロテインもタンパク質も何グラム、10グラムって取れるので、皆さんこう手にしやすいんですけど、まあ、悪くはないです。でも本当に体作りとかダイエットとかを目的とするんであれば、それはやめて、その分の 15g を、まあ、飲む方のプロテインでもいいし、お肉とか食物でもいいんですけど、そっちのタンパク質でしっかり取った方がいいですね。糖質も取らなきゃいけないよって言ってるんですけど、そこにはあまり良くない糖質が入ってたりとかするので、例えば人工的なものっていうのはやっぱり健康的にも良くないので、普通に砂糖を取ってください。人工甘味料を取るより、はい、もう多少の砂糖の方がまだ体に、はい、いいです。はい、絶対いいです。そうなんですね。はい、大沢先生はレッスンやって移動もあって、はい、すごい忙しいじゃないですか、はいはいはい、大沢先生はどういう食事の仕方をしてるんですか？こう合間で何を食べてるんですか？そうですね、もうベースは炭水化物白米で、さっきもちょっとこの撮影の前に食べてたんですけど、白米なんですね。白米なんですね、はい、白米と原料入ってれば鶏むね肉にしたりとかして、でも大体もし牛の赤身が食べれれば牛肉にするようにしてます。で、脂質は肉に入ってる脂身を食べたりとか、ただ鶏むね肉にすると全くちょっとなくなってしまうので、別でこう野菜とかを取るときにドレッシングにオリーブオイルとかを混ぜて、それで脂質を取ったりとか、あとは一日にちょっとナッツ類でちょっと取ったりとか。そうなんですね。ちなみに外食されることはあるんですか？あります。大沢先生が外食するときに選ぶメニューちょっと知ってみたいですそう、たまたま昨日母親とちょっと一緒だったので、まあ、じゃあお寿司だったらいいかな。お寿司って、はい、ね、ただでもお刺身だけ食べたりとか、焼き物だけ食べたりとか、はい、握りはあんまり食べない？握りはそうですね、さすがにちょっと食べないんですけど、あ、でも普段は食べます。もし減量中じゃなければ食べてます。食べていいお寿司ネタと、これちょっとやめといた方がいいよってネタありますか？もうシャリを本当に小さくしてくださいって言うんですけど、こんなんで、まあご飯食べて、ウニとかイクラとか食べたいとこですけど、ダイエットスタートしてるときはちょっとそういうものはやめたかな。白いものだけが貝とか、貝類とか。あ、貝類いいんですね。でも、まあ、結構食べれるものはあると思います。はい、まあ、どっちかというとさっぱり系でシンプルなものがいいということですよね、はいはい、ちょっと塩で食べれるものとかなんか。ああ、なるほど。レインボーロールとか絶対ダメです。レインボーロール絶対ダメです絶対無事ですよね。アメリカとかにもう本当にアメリカ人とか海外の人ってなんかわあお寿司とか言ってなんかヘルシーとか言いながらレインボーロールね、すごい前のかけて食べてるんですけど、それを見てるとちょっと違うなと思ったりするんですけど、あとは焼肉とかも行きますね。あ、
焼肉、焼肉行くときは何食べますか？やっぱりちょっとロースぐらいまで止めておきます、ね、うん、じゃもうカルビーとかの刺しの入ってるものをやめといて、はい、赤いものでさっぱりしたものそうですね、あとは、まあ、鶏があれば鶏も食べたり、あ、そうですよね、はい、鶏ありますもんね、鶏肉もそうあったりするから、そうするとやっぱり外食しても工夫次第では全然 OK ですよね、はい、そうですね、はい、その時結構お野菜も意識してるんですか？そうですよね、野菜で巻いてね、食べれば結構面白い、やっぱり食物繊維は大事なんですか？大事だとは思うんですけど、取りすぎるとやっぱり食物繊維なので繊維がもう詰まっちゃってすんごい便秘になってしまって、それ以来あまりこう野菜を食べなくなっちゃったんですね、逆に。あ、人によってやっぱりじゃあ合う合わないあるんですね、もうね、はい、だから一回やっぱり試さないと分からないですよね。その結構体を鍛えてる方ってなんかその体重を増やす時期と減らしてもう筋肉をきれいに出す時期があると思うんですけど、それによって全然食事違う気がするんですよ、はい、大沢先生の場合はどういった私に限らず、多分そのオフ期と審査入って、まあ、コンテスト出る人たちっていうのは調整をしていくダイエット入っていくんですけど、1年通して基本の食べ物は多分変わってないと思います。うん、ご飯があってで、肉があって、まあ、野菜がちょっとあってっていう感じのメニューは変わらずで、まあ、減量するから1日は4回、5回、6回にちょっとずつ分けていって、うん、でダイエットに入ってきて、あとは量が少しずつ減ってくるっていう、うんうん、ただそんなに減らさずにこうダイエットできてればいいんですけど、やっぱりね、摂取カロリーが多ければダイエットできないので、その辺をうまく調節していく、うんうん、この塚本七海肉体改造プロジェクトもいよいよあと1ヶ月となったわけなんですけど、残りの1ヶ月私はどういう食事で何を気をつけたらいいのかなっていうのは今回すごくお聞きしたかったなんですけど、はいはい、今はどんな感じですか？今はビル飯を食べてます素直に、はい、まあ、朝はプロテインを飲んで、はい、でお昼ちょっと前11時ぐらいになるとビル飯を一つ食べて、で3時ぐらいにプロテイン飲んで、夜はビル飯食べて、寝る前にプロテインを飲むか、なんか寝る前だとちょっとお腹が重たくなっちゃうんでグルタミンを飲んで寝るみたいな感じにしてるんですけど、ビル飯でも量がまだその減量の撮影前に入る時ってまだちょっと多めなんですか？もうちょっと少なくした方がいいですか？例えばもう一回半分ぐらいに分けて、でその時間を短く取る、はい、もう少し量を少なくして、もっと小分けに間を、はい、3時間ごとに食べるっていう、はい、そうすると体って なんでそうしなきゃいけないんですか？カタブリックって言って、はい、お腹を空かせてる状態っていうのをなくしたいんですよ。なるほど。皆さん塩分とかお水とかってどうされてるんですか？ゼロにはしないんですけど。ゼロにはしない、はい、しないですね。で塩分なんかも例えば日曜日にコンテストとかそういうものがあったりしたら、はい、金曜土曜日ぐらいからまた普通に逆に入れてくるんですけど、うんうん、食事を上げてくるんですよ。あ、その前にちょっと前に1回だけ少し減らしてくるぐらいで、へー、日々の食事も全然塩分とかも取ってないとトレーニングとかできない。大会に出られてる方はもっとその前に切って、はい、で大会のもう本当に1日2日またそうですね、ちょっとずつ戻す、戻す、戻すというか、はい、入れていかないと筋肉がこうしぼんだボンボンになって出ることになっちゃうので、ああいう競技は筋肉がいかにこう張ってて、はい、張ってないと、うん、せっかくつけたものが見せられなくなってしまう。そうすると塩分ってちょっと筋肉ふっくらさせるのに必要なものでは、はい、はい、で水ももちろんそうですね、水分も取らないと、はい、それをやりすぎるとむくみになってしまうのと、はい、あとその減量っていうのを最後までやりきらないとそのはできないですね。減量がしきれてない人がそれをやるともう本当にむくんでる状態になってる。なるほど、そこの差なんですね、はい、見せたい時が日曜日だったら、はい、もう土日でちょっとだけこう戻すっていう、戻していく、減量ちゃんと終わらせた状態からちょっと戻すっていうのが2日間あって、はい、 はい、そういうことだったんですね。そういう感じなので、だからもしちょっとそれに近いような感じを一回やってみたいと思えば、はい、まあ、今から
そうですね、もう有酸素とかもちょっと入れたりとか。あ、そうなんですよね。で、有酸素も入れて、まあ、トレーニングは今まで通りやってて、やっぱり筋トレだけではなくて有酸素もちょっと入れた方が。そうですね、もしあと1ヶ月でそこまで持っていくとしたら、もうそれちょっと入れてた。ちょっと自分の中のメニューがなんとなく見えてきました。はい、残りの1ヶ月ちょっとね、ちょっと有酸素入れて、はい、で食事をそのもうちょっと小分けにしてっていう感じで。分かりました、うん、ちょっとじゃあ残り1ヶ月、はい、今回の内容も踏まえて調整をして最後の、はい、皆さんにお見せできるね、はい、撮影に挑みたいと思います。残り1ヶ月よろしくお願いします、はい、お願いします。